宝摂県は、中華人民共和国重慶市に位置する県。宝摂県は、重慶市東部に位置し、雲陽県、府山形、府警県、湖北省温泉土家族内属自治州温泉市、伊調市と接している。県庁は、長江の北に位置し、三峡ダム建設に伴う水没地帯であったため、プロジェクトに関連し、大規模な住民移動が実施された。全314年、 旗が、友江軍のもとに設置した魚福剣を前身とする。五漢の時代になると、波東軍の軍地とされた。三国時代になると222年に、医療の戦いに敗れた劉備が、白帝城に移ると、永安剣と改称された。280年に、精神により魚また剣と、554年には、正義により人また剣と改称された。 東大になると649年に包摂権と解消、州の周知とされた。1376年、病庁は包摂権を廃止し、州に統合したが、1380年に再設置された。1911年11月26日、侵害革命に抗し、包摂権が独立を宣言、その後支川省に属した。 中華人民共和国成立後は、河東公職に、1952年は、四川省に属した。1997年3月の重慶直轄市の成立とともに、重慶市の管轄とされた。下部に四街道、十八鎮、七教、四民族教を管轄する。2002年、県の総生産が27.4億元に達する。 財政収入は1.93億元となる。三峡上流の景観が観光周辺。白邸城、永安宮、関府神母、区東京のマガン大国、南礼砂高鉄柱などの歴史文化的遺跡、区東京、詳細天皇、天井境地縫い、流橋川などの有大にして、春間、憂水で秀麗な自然景観がある。ありがとうございます。